本日スペシャルカレーのために本あのチキンスープカレー今作っています。カレーのルー、いろいろなカレー作るのためにカレーのルーがスパイスの国インドのスパイス使ったいろいろなスパイス使ったカレーです。インターネット見てるメヘラの皆様、ぜひ買い出してください。インドの人気なナンです。インドのパン、ドロドロのチーズが中身があります。それはチーズなんです。こんな縁のなんです。これがインドの人気なタンドリーチキンです。これもインドのスパイス混ぜてあのタンドゥの釜の中に焼いたものです。赤く見えてもそんなに辛いがない、ピリピリ辛いお酒一緒にもっと人気な肉です。これの名前がチキンティッカ。こんな感じでトンドゥの釜の中に焼く。なるほど。20分くらい焼いたら、釜の中に20分くらい焼いたら、柔らかくして食べやすい方になります。鶏ミンチにインドのスパイス混ぜてあのシークに焼いた肉、鶏の名前がシークカバーブ。タンドゥの釜の中に焼いて柔らかくして食べやすいの肉です。スパイスの代わりも出てくるあの柔らかい肉の方、みんな様の人気なインドのバーベキューです。こうやって、このままでタンドゥの釜に炭が入れるから、こうやってタンドゥの釜に入れる。インドネパールのビールとお酒です。こちらのビールがネパールの世界の一番高い山の名前から湧いておいたエベレスト重症の方に人気なビールです。こちらのビールがゴルカ、ネパールのビールです。インドの人気ナンバーワンキングフィッシャーです。ネパールのウイスキーです。
インドのラム、インドのウイスキーと、ネパールの刀みたいなネパールのお酒、ラムです。ありがとうございます。